にちは、えっちゃんです。今日は告知があります。告知、いくつかあるんですけれど、まずは10月28日に生放送を行います。10月28日、18時からコミュニティの方でも告知していたのですが、ハロウィン生放送を行います。こちらはですね、18時からひーちゃんと2人で生放送を行いますが、コスプレハロウィン生放送ということで、ランダムに用意したコスプレをくじ引きで、引いて、その場で着替えて、果たしてどのコスプレで配信することになるのか、皆さん楽しみにしててもらえればと思います。またかぼちゃ料理とかをね、お家で作ってお家で2人で楽しみたいと思いますので、皆様もぜひその日はかぼちゃ料理を用意して一緒に画面越しに楽しめたらと思います。そして2つ目、今回ね3つあるんですけど、3つ目が一番大きな発表です。2つ目はですね、同じく生放送の告知です。11月12日、私の誕生日ということで、11月12日誕生日も生放送を行います。時間はですね、おそらく19時ぐらいからね、一人ぼっちの誕生日になるんですけれど、皆様と一緒にお誕生日を過ごせればなと思います。まあ誕生日現状ね、予定ないんで、何も、まあそれはねいいんですよ。全然みんなと一緒に過ごすために開けてたっていう言い訳ができるんで、生放送の予定にしてしまいました。当日一緒にお祝いしてくれる方はぜひ、お祝いしに来てください。そしてですね、すでにねもういくつか届いてるんですけど、プレゼントとかもね届いてるのはその日その生放送で紹介していきたいと思います。プレボとね、あとビットスターに届いてるものと、あとはそうですね、アマゾンの欲しいものリストで届いてるものがあるんで、まあ、いくつかねこれ全部届いたものすべてを紹介できるように生放送しますんで、終わりの時間は特に決めてません。11月12日の生放送はもしかしたら夜通しになるかもしれませんので、皆さんお酒も用意してお待ちください。そして3つ目、これが一番大事、3つ目の大告知、こちらはですね、11月13日、こちらえっちゃんねる久しぶりのイベントをやりたいと思います。こちらもですね、楽しみにしててくださいという感じなんですけれど、えっちゃんのお誕生日イベントをやっていきたいと思います。イベントについてなんですが、イベント結構豪華になってまして、一応コンセプトがあります。えっちゃんの誕生日イベントなんだけど、みんなにプレゼントをあげたいっていうイベントの名前な感じなんですよ。まあ具体的にね、何をするかって言いますと、イベントは2部制になってます。11月13日、時間はですね17時からと、18時半からの1対1、まあ一応ですね全体ライブがですね、あるんですが、もう一個ね、1対1イベントを、何人か人数限定でやりたいと思います。今まで何回かやったことある1対1イベントは Zoom の1対1イベントだったかな。で結構数万円で3名限定みたいな、すごく限定的なイベントだったんですけど、今回はもう少しラフな感じで参加できるように用意してみました。内容をちょっと説明させていただきます。まあ、具体的にはね概要欄の方に書いてあるんですけど、ですね今回イベントですね、40名限定で1対1交流会を用意しました。こちらはですね、人数限定になっておりますので、ぜひ皆様、売り切れになる前にゲットしてもらえればと思います。すでにですね、実はもう販売ページ用意されてまして、この動画が出る1時間前から販売中で、多分いくつかもう売れてしまっていると思いますんで、皆様、お見逃しのないようにという感じになっております。で、トークライブの方はですね、一応コスプレをして、イベントという感じになっております。トークライブの方が17時から、1対1交流会が18時半からとなっております。なのでどちらか参加できるよっていう方はどちらかだけでも、またね、アーカイブも残るイベントとなっておりますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。詳しくは概要欄の方にチェックよろしくお願いします。それでは皆様またお会いしましょう。バイバイ。